メンバーに今作も選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、初選抜でリコチとソラハさんがね、おめでとうございます。そうそう、してそう、ユミリンさんの卒業シングルとなりますね。ちいちはまだ全然曲とかも全然決まってなくて知らないですね。これからかな。だからそう、イベントとかもね、これから発表になるのかなって、みんなすごい楽しみにしてたからさ、私もすごい次の予定がなくて楽しみにしとったけん嬉しいです。11月の1日発売ですね。ありがとうございます。そう、リコちゃんもソラハさんもね、すごいやっぱりね、すごい選抜のね、思いがとかすごい日々感じて、その強い思いを感じていたので、猫ちゃんもずっと震えてて、あのそう、言葉が出てこないかった感じだったから、支えなきゃと思って本当はもっと立ち上がってこうよしよししたかったんだけどねすぐにもうそうギュッてしたかったんだけど、ちょっとあれかなと思って。でもそう、リコちゃんの方から手つないでくれたからギュッてしましたでも、ね、言葉にするのはね、やっぱり突然だとなかなか出てこないし、こう落ち着いてから出てくるものですのでね。そうそう、よかった。ソラハさんのこともね、ギュッてしたかったのソラハさんも、ね、したかったんだけど、そうそう、だからそう、配信終わった後にねしましたそして、そう、その場にいた周りのみんなとね握手して、よろしくお願いしますって言って、協力していきましょうと。上げて一緒に盛り上げてくれたら嬉しいですね。実はちょっとだけね、もう進んでて、皆さんがこう喜んでくれそうな感じです。
あ、もう知ってる方もいるのかな。もう噂は出回ってる。早いね。ミッドナイトシュガーさん、キノコのありがとう。キノコクマよ、かわいい、ありがとう。キノコクマよ、ねえ、ありがとうございます。そうだから、今回ね、そうびっくり、緊急生配信がなんと選抜発表ということで、なんかやっぱり選抜に選ばれるっていうことはさ、やっぱりこう当たり前じゃないって思ってるから、こうちょっと配信中もなんて言うんだろう、ちょっとなんて言うんだろうな、まあ明るくなりきれない部分はあったんですけど、ありがとう、一緒に頑張ろうって、ありがとうございます。うん、そうそう、だからそう、まあ嬉しいことなんだけどね、選抜メンバーとして嬉しい、すごい嬉しいことなんだけども、そう、まあちょっとなんだろう、まあ、笑顔になりきれない姿を見せてしまったというか、ですね、なんか毎回ちょっとこんな感じになっちゃうんですけど、そう、まあ、でも選んでいただけたので、立ち位置がこれからね多分分かることになるんですけど、まあ、どこであろうと私にできることを探して、それを一生懸命にいろいろ受け止めながら頑張っていきたいなって思います。あと、まあ、STU が本当に好きなので、また新しい曲を発売させてもらえるっていうことも嬉しいし、新しい曲ができるっていうのもすごい嬉しいからね、どんな曲なるのか、そうね、やっぱりそう、やっぱり今回そう、その場にいるメンバーのこともすごい尊敬してるし、今回いなかったメンバーのことも、の顔もねすごいたくさん浮かんできて、難しいね、そうだね、でもそう、まあ、でも自分にできることをやっていきたいです。そうなんですよね、まあ、16人って、ね、そうだね、でもそう、やっぱり皆さんがこう
応援してくださった方が今につながっているので、それは絶対にあるし感謝したい。ね、10枚目、あ、そっか、10枚目とイミリンさんの卒業シングルですね。卒業シングルってちょっと自分で言ってしまった。なんかちょっとなんか卒業っていう言葉にするのがちょっとあれだけど、うう、でもそうだね、卒業シングル、11月の1日が発売で、3日が卒業コンサートですね。あとはそう、今年叶えたい夢としてセンターになることっていう目標をね掲げていたんですけど、そうだな、次回、次のシングルこそは絶対に絶対に叶えようという気持ちで諦めません諦めない気持ちで。やってきたことも変わらず、これからも意識してやっていこうと思います。今年ね、そう、写真集の発売もあるし、いい流れはできていると思うから、みつるんさん、ありがとう、ありがとうございます、頑張った。ありがとう、おめでとう、ありがとうございます。そうだから10枚目シングルもね、たくさん、どんなイベントになるか分からんけど、いっぱい会いたいですね、いっぱい会いたいし話したいし、楽しんでいけたらなと思います。そして11枚目シングルに向かってなんかこういい道にしていきたいを見るとね、違う観点からいくとね、早い早いなんてことも、早い方がいいんですよ。
んなイベントになるんだろう。ワクワクです。みつるんさん、ありがとうございます。10枚目シングルもよろしくお願いします。どう向かって13盛り上げてこう。おう、ありがとう。自分の今の気持ちはこんな感じですね。ジューステンス本来はそうだよね。テンス、私は多分ジュースって言ってしまうと思う。でも今回の企画、なんかね、周りの耳に入ってくる感じではなんかちょっとどんな感じなんだろうなっていうのはあったよ。そう、私ジュース好き。そうだね。そう、なんか佐竹さんが登場したら多分そう大事な話だよみたいな。で、昨日なんか配信のコメントで見たから、なんかあ、そうなんだって思ってたら、今日急に佐竹さんが来られたから、え？ってなった。ありがとうございます。そうそう、確かに。なんか今思えば愛子ちゃんがなんかなんか言ってたやつ、あの流れで急にキャーってなって何って思った。確かに流れが面白い。めっちゃびっくりした。なんかみんななんかキャーみたいな感じだったから、何と思って、めっちゃ怖かった。ホラーや、ホラー。確かになんかあれだね、結構なんかの企画と見せかけて選抜発表みたいなことは確か前にもあったね。そういうことなんかな。うん、だんだんとこう分かってくるもの。前回もなんか、そう、燃えずリーフ大会しますって言って全然なかった。ずっと燃えゼリフをそう待ってる方もいるし、まだだから今回も待ってる方いそう。縦読みね。
皆さん分かってたんですね。私はどうだろうか。でもやっぱり企画、新企画ありますって言われてたから、やっぱりそういう企画があるんだなっていうのはやっぱり結構真ん中にありました。そう。でもどういう感じで決めるんだろうなって。でもそう、だんだんとそれを決めるためになんか実際こう準備してたらメイクさんもいるし衣装もあるし、なんかだんだんとこんなにするかいってなんかそうちょっと思ってきた。こんなにするかいでも全然そう、でもこう控え室にいる時ももしかしたらここのどっかにカメラがあるかもみたいな言ってたけど、ないなって。今日なんか私なんとなくさ、この前髪なんだろう、この横にあるやつをなくしてみた。気分変えて。なんかいいかなと思って、ちょっとすっきりしたいなと思って。でももうせんかもどうしよう、もうせんかも、なんか落ち着かん。ちょっとはあった方がいいかもどう、なんか違くない？で戻りやすそう。マジか。何でも褒めてくれるからね。何でも褒めてくれるからね。でもなんか本当にっていうか本当になんかいいって思ってるんだ。なんかいいって思ってる時はめっちゃそれが止まらないようなイメージある。全部本当なんだけどね。なんか本当にみんながもう最高級にいいと思ってる時はそう何回も言われるような気がする。やっぱりハーフツインした時とか
浴衣配信した時とかはもうすごい私何の髪型が一番似合うかってなったらやっぱりね、でもそう、そのこのなんか話をした時ね、もうねみんな違ったんや、あれもいいなこれもいいなって。でもやっぱり一番やっぱり多いのはハーフツインなんですよ。髪伸びた、ちょっと今伸ばそうかなと思っとる、どうしよう。次のシングルさ、髪型決めるときさ、うん、二つ結びにしようかな。なんかオーソドックスの髪型。あえて。あえて二つ結びにしようかな。としたらちょっと髪伸ばさんとね。三つ編みではない、巻きツインとか。でも曲によって変わるからね、分からん。あ、見たらしい、あれだ、 PR 舞台のムック本でした。高め低め、中間。って思い中。まだ決定してないけど。そう、聞くの感じで決めたい。どうしようかな。あと衣装とも合わせてみらんと。うん、どんな感じになるんだろうね、楽しみです。どうでしょうか、いつ頃からか分からんけど。あ、そうだ、明日さ、どうしよっかな。朝5時配信したかんと一日中できないんですよ。どうしようかな。5時配信するかチケット使うか。うん、で
5時どうやろうか。でも今さ、5時から配信しますって今言わんとあれよね。せんかった時にあの配信終了までに決めとこ。ね。五時。気分によって変えよう。でもね、最近めっちゃ寝てたんでね。昨日もなんか実家にいる時はさ結構寝れるんですけど、なんかやっぱこっちに帰ってきたら寝れんくなる。結局ね。安心感あるね、実家って。安心感あるし、やっぱり自分よりも先に寝てる寝てるやっぱり人がいるから、なんか自分も寝らんとなみたいな気持ちになるんかな。寝てる人がいるっていう。そこかもしれん。まあ、確かにここの配信見てる方はそうだよね。夜更かしの方多そう。遅くまで頑張ってる方。なる。
るほど、ありがとうございます。4時に寝て6時半起き、大丈夫ですか？私の去年の年末のような過ごし方をしています。ははっ、大丈夫、でもなんかやっぱりどんな日でもさ、次の日の朝は来るよね。どんな日でも、嬉しい日も悲しい日でも、どんだけこう辛いことがあっても次の日の朝は来るよね。明日は来るんですよ。その明日をどう過ごすかによって、まあ変わるし、確かにあと20分で明日は来る。でもそうだね、昨日のこの時間帯くらいに配信の内容がわかるよねって話をしてましたね。そういや、あ、ヤンマが思った、なんかランキングに入ってました。サーヤンさんのヤンマが、皆様が見てくれたんですね。ありがとうございます。明日は5時配信するか。しないよりするがいい。と思って生きる。
5時から配信してすぐ消します。もうあのあれもランキング発表も銭湯ももうテロップ出た瞬間にもうありがとうございましたって消さった。あそう15分。15分で配信してだけんランキング発表ないので、そうだね、寝坊してたらごめんよ。あれ？わ、リス？かわいい。リスかわいい。首の角度が。ここで固定。寝てる人の角度よね、これ。座りながら寝てる人の角度よ。そう、こうなったらこうなってうーってなるやつ。こうなってってなるやつ。何の話？今過去最高に何の話っていう話をしてしまった。こっち側に倒るとするけど、こうやってフェイントもあるからね。こっちに傾けたとしてもこっちにフェイントがあって、あ、すいませんなる可能性もあり、だからもうこうなるしかない。こうこっちにつけとったら多分大丈夫。電車で確かに電車に降りそう。こうしてかのこの こっちバージョンもいそうじゃない？こっちじゃなくてぐるん、これバージョンもあるんじゃない？
上見るのが一番いい。でも上向いたらなんか息ができんくなりそう。息ができんくなってちょっとなんか息が寝そう。でも電車は難しいね。携帯見とってもちょっと寄ってくるし。ネックピローが一番いいよ。これからどうなるんだろう。もう11月の気分でいるわ。今9月ってことにびっくりした。なんかさ、ちょっと間違え、いつか間違えたら本当にあれなんだけど、11月発売の10枚目シングルよね。ちょっといつの間にか私も間違えそう。11月さ、あれだよね、なんか変人たちへの愛みたいな、そういうのもあるんかな。そう、11月はね、みんな大変だね。みんな忙しいね。発売日でもあるし、シングルと写真集と、みんな忙しいね。充実だよ、充実。ジュースで充実。いっぱい詰まってます。私も体調管理やっていくので、皆さんも体調に気をつけてくだされね。ありがとう。燃え尽きません、大丈夫です。心を燃やせ。うん、そうよ、イベント前にね、なっちゃったらね、待ってるけどね、いつでも。心を燃やせ。心が燃えてないと、アイドルとして存在している限り。じゃあ団長カッター読みますね。
かったか。みつるんさん、ミッドナイトシュガーさん、りょっぴーさん、立花隼人さん、キャピさん、F 渋谷さん、 A ちゃん、せいやんさん、タンタンさん、フジポンさん、たてさま、ロックワンさん、キチネさん、マイセンさん、オーサムさん、サトケンさん、エビスさん、ヒロトさん、犬ちゃん、メガバイトちゃん、神戸のマーチさん、ちくわドーナツさん、まさきさん、なりさん、ひあきらさん、コロスケさん、ケリーさん、トキワさん、ケネスさん、タンチョウさん、くまきち、くまおさん、ガッちゃん、猫のおかずさん、ラクラクさん、ありがとうございます。あたえまして、今日は本当にありがとうございました。10枚目シングルの選抜メンバーとして頑張ります。ありがとうございます。またそうだね、ちょっとまだまだ、でも心もそんな強くなくて、まだまだ弱くて、なのでちょっと修行する気持ちも持ってこの期間また強くなれたらなと思いますよ。うん、ありがとう。修行だ。いい。ね、修行、ずっと修行してる。この期間、そうだね、もっと自分のことを好きになるというか、認められるような期間にもなればいいなと思います。皆さんのことも愛して、自分のこともいたわれるような皆さんの存在が本当に私の助けとなっているということが届けばいいなと思います。ここで立ち止まりたくない。このまま進もう。笑顔のチャンスの歌詞次こそですね。地に足をつけてやっていきます。どんな曲なんだろうね、楽しみだな。自分のことをいっぱい考えられるようになりたいな。
見るかもしれんが。もっと自分のこと考える。誰かのためになることばっか考える。でもみんながあれだよね、応援してくれてることもとか願ってることも私がの夢だったりするもんね。みんなのこと考えよう。ね、みんなのことのこと考えよう。頑張るぞ。あー、生誕祭の生誕祭の時に寝てた。いやー、見ましょう。次は5時配信で5時配信です。ありがとうございます。バイバイ。みんなのコメント見ます。切れたら。ありがとう。